今皆さんが乗っているのはミシシッピ号です。今皆さんが乗っているのはミシシッピ号です。さて皆さん、このウエスタンリバー鉄道がただの蒸気機関車だと思ったら大間違い。これから皆さんは遥か時間を遡り、アメリカの西部開拓時代へと入っていきます。
の線路に沿って流れている川はアメリカ川といいます。そしてほら、その向こうに見えているのがトム・ソーヤ島です。迷路のような洞窟があったり、回転する大きな岩やお城の形をした岩があったり、トム・ソーヤ島はまさに自然が作り出した冒険の島です。リスみたいな小さい動物、あいつはプレーリードッグといって、西部ではあちこちで見かけるんですよ。どんなにタフな開拓者だって、あの小さくてかわいい動物を見たら思わずにっこりしちゃうんでしょうね。いる山が見えますか。あれが有名なスプラッシュマウンテンです。ここクリッターカントリーには森の小さな動物たちがたくさん住んでいるんですが、彼らは自分たちの力でこの土地を開拓したんですよ。彼らはとても親しみやすくて、ここを訪れればいつだって温かく迎えてくれます。見てください、にぎやかな西部の街が広がってます。カーボーイや牧場です。それに多くの開拓者がこの街に立ち寄って生活に必要なものを買ったり、食事や音楽を楽しんだりしてるんですよ。一番大きな金鉱、ビッグサンダーマウンテンに近づいてきました。